チャオ、あっちゃんです。今日は4月の6日土曜日、あっちゃんの朝ごはん。いやー、寝すぎました。8時間寝たすっきりじゃない。すんげー頭痛と目が痛い。寝すぎたみたいです。よくね、寝すぎるとこうなんね昔からね、寝すぎるとちょっとこうなっちゃう傾向があって、8時間はどうもあっちゃんには寝すぎのようだ。多分慣れてないからと思うね。これまた7時間、8時間睡眠したら慣れてくるやんと思うけど、 めちゃくちゃ目が痛いと頭痛で、30分ほどぼーっとしとってんけど治らない。だから食べて頭痛薬飲みます。ではいただきます。ということで今日はね、パン、子供ね、自分で食べたよって。それ寝てるから、ここに寝てるから、あれよね、音してるでしょ、ドラクエしてたみたいで、何してんのって言ったら、すごい寝とったから、この前も夜遅かったから多分しんどいんやろな思って、寝やしとこうと思ってほっといてんって、勝手に食べたってで、じゃあ今日もブルーベリージャム、目が痛いんでブルーベリージャムを塗ります。小さな抵抗でございます。ブルーベリーは大田の、あっちゃんが住む大田の名産です。青畑ブルーベリージャム、これは大田じゃね、青畑ちゃうわ嘘ついた、ようわからんブルーベリージャム、これはね、アメリカかな、原産国アメリカ、書いてへん、なんでもいいわもう目見えん、あっちゃんが目が見えなくなっても世間の悪は許さない、心の目で見てやっつけますからね。やっつけるというか、悪をやっつけるんじゃなく、悪人をやっつけるんじゃなく、悪を撲滅、悪の心を善の心に切り替える、それがあっちゃん正義の味方が違う、正義の味方でも何でもない普通の市民でございます。ていうかさ、悪の芽を摘むのに悪いことはない、ダメなものはダメですって言い続けるだけ、それだけでいいね。小さい力でもね、いつかはみんなの力を借りて大きくなれるって信じてんね。ね、悪を許してはいけないって思いました。ということで、悪人さん目を覚ましてください。いただきます。ではトマトジュース、あー、昨日のトマトジュースよ、甘かって美味しかったけど今日のは酸っぱい今日は、昨日甘いやつなんだけど、昨日はね、いろいろあって朝飲んであの後寝たけど、今日なんかすっきり起きられそう。この頭痛さえ治ったらね、体調はすごく良くなってんだけど目が痛い。いただきます。あ、甘い、寝不足とか、ね、こうなんやんな、おらへんね、あれはうまいなんて自分でかんねんけどね、ガブーって感じ、めっちゃ痛い、立ち上がった。今日も動画を作らんとね、一日始まらへんから、もう動画を作って、朝からね起きてまだ目が痛い言うとんのにパソコン触っとんね、まあこういう時メガネしなかったけどね、どこだいいね、これじゃない、これか、あ、これだ、入れてきゃいいんじゃない、あとでこれ飲むわ、ブルーベリーは美味しいな、甘々やけど、あ、飲みたい、昨日はね、
やっぱ楽しい、やめてきて、うん、仲良くいろいろね、ああやこうや言うて、人も楽しく一緒にライブを楽しんでくれてね、よかったよ、うん、あっちゃん寝ないとね、みんなが温かい、でもちゃんとそこでダメでって、それはダメよって指摘してくれるしね。時々社会発展ライブ、時々あいゆるゆるライブ。あそうや、なんか。YouTube また規約は変わるとか言ってたね。調べても分からへんけど。ね、うん、やってきてね。お風呂ライブしてよって言われるんだけど、お風呂もね、どうしようかな。疲れるからな。考えときます。お風呂ライブは裏でやるね。ライブ楽しい？分からへんけど、需要があればいいんだけどね。今日ライブしようかな。朝からちょっと分からんけど、昼からか夕方か夜でもいいか。明日ちょっと出かけるから。明日で春休み終わりやね。この動画がある今日やね。終わりやね。ね、当分ね。なんていうの？始業式あって、入学式あって、ね、なんやかんや、あの。生徒対面式とかがあって、みんなやからね、多分ね1週目2週目ぐらいはお弁当ないと思う。明日ね入学式の数日後から弁当やった気するから、入学式10日かな、高校。もしかしたらこの週、新学期始まって、週末ぐらいからお弁当あるかもからね。お弁当決まったら、買い出ししてきてね。頑張ろう。お弁当始まるとね、夜中のお魚さばきはできんくなるけど。早寝な、死んでも。美味しいわ。いや、ヨーグルト。おう。酸っぱい。美味しい。あ。うん。うん、美味しいね。ヨーグルトは寝る前が効くらしいねんけど、忘れんねん、歯磨いてから先に。で、朝やったらご飯の後に食べたいかなと思って、ただ思う食べ過ぎた感があんねんけどね。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんの朝はスタートします。
痛が激しいんで、この後ね頭痛薬飲んで、まあ、ゆっくり動画を編集しながら、食べたいと思います。食べたいじゃあ、もう食べたっちゅうね動画編集しながら、今日の朝あんな感じで、まあ、昼からお風呂入るかなんかな、どうしようかな、いつかまあライブしようと思います。はい、ということで、もう春休みもね残すところあとわずかっていうところで、何も春休み何したかって何もせえへんだけどね、まあ、子供は子供でそれなりに緩く、上は上でバイクの免許取ったし、明日はね新学期前に散髪連れて行って、とゆっくりしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。